はい。えー、今回、アドバンス制からご質問いただいたので、回答していきたいと思います、えー。今、YouTube とアメブロ、Twitter、Facebook、Facebook ページ、Instagram と発信して、基本的に YouTube で発信してアメブロをしているのですが、YouTube でのコンテンツはカードリーディングでの動画、Yahoo ー,ーブくらいのキーワードで調べて動画を見た人向けの話し方。えー を言い方で、リーディング鑑定の動画を発信したり、スピリチュアルに絡めたメンタルコーチングの発信をしたり、えー、健康と食生活をスピリチュアルに絡めたり発信しています。顔はまださらしていなくて、自分は、自分は人形に擬人化して話しています。メンタルコーチングの話やマインドの話も、もっと分かりやすくした方がいいのでしょうか他にはどんなアプローチがありますか吉谷さんの見解をお願いします。あと、アメブロは YouTube では、 あと、記事は1日に1回更新していかなければいけないものなのでしょうか。YouTube 毎日投稿した方が効果的なのでしょうか。教えてください。まあ、これよくあるある質問ですね。これはよくあるある質問に対してまた質問返ししたいんですけど、会社って毎日出社しないといけないものなんでしょうか。コンビニのアルバイトって毎日出社しないといけないものなんでしょうか。どうでしょうか。 どうでしょうかコンビニのバイトって毎日出社しないといけないものなのでしょうか会社って毎日出社しないといけないものなのでしょうかどっちの方が効果あるんですかねまあ、アルバイトだと時給換算ですから、毎日バイトに行った方が稼げますよね。で、えー、社会社員、正社員だと、えー、会社に行かなくなると多分クビになりますね。なんかこれネットビジネスになると、この質問が来るんですよね。一緒ですからね。 ユーチューブに出社するブログに出社するって話でだそこの媒体で集客をしていかないといけないわけですからそこで日々アップロードしてた方が集客できる確率は上がりますよねだから一郎選手が以前2000本アンダーね、えー、記録を出した時に言ってた記者会見でいやか確かに2000本の記録は達成したけど裏で8000回くらい空振りしとるよとうん 8000回の失敗があったか2000本があるみたいな話をしてて、要はそのバッターボックスにね、何万回以上立ってるから2000本出してるわけですよね。そもそもとして。あの、2000回バッターボックスに立ってね、2000回全部ヒットなんてありえないですよね。<laughs> ねだからネットビジネスのね、じゃあ動画を1本アップロードして、その1本が全部バズるとかね、ありえないですよね。うん。なんで、これはまあ、うーん 周りを見て欲しいいかなと思いますね効果がある。それは考えれば分かることだと思います。どっちの方が効果ありますかと。逆に言うと、うーん、なんだ。1、あの、1ヶ月に1本でどう集客していくんですかと。まあ、やってる人もいますよ、中には。中には、全然更新しなくても、あの、ある程度、あの、なんだ。 再生数をを稼げる人はいてますアクセスをただ、その人たちっていうのは経験があります。少なくても。全く初心者の状態ではないですからね。でも、全然あ、あんまり投稿してないけれども、あの、あ例えば、生きる道翔くんとかね。生き,生きる道翔くんとかは、ほとんどその動画あんまアップしてないですよ。だけど、一本あたり結構再生数、このね、稼いでます。ただし、翔くんも言ってましたけど、 あの一番最初のら辺の動画を見ればショークも言ってますけどとにかくそのどうすればそのなんだ投稿頻度が少なくてもこう当てられるのかっていうところで話し方だったりとかあとはカスタムサムネイルタイトルジャンルとかも全部研究して研究してさらにその研究する前のバックボーンもありますから彼は確かトレンド トレンド YouTube、トレンド、多分エンドロールのスクロール動画で200万とか100万とか稼いでたのかな、昔。なんかそんなこと言ってましたけど、だからある程度 YouTube の仕組みですよね。どうやればアクセス来るのかっていうのはある程度ベースあるわけですよ。<laughs> で、なおかつベースがあって、なおかつそのトレンドじゃなくて、うんそのネットビジネスのジャンルで、じゃあどうすればいいのかっていうところも試行錯誤してるっていう話ですよね。だから基本的に、 今現状としてまだ始めたばっかで初心者でっていうところはまずは基礎練習をしっかりと積み上げるしかないんですようーんなんかあの研修生アルバイトとかも入ったら研修生みたいなねじゃあ研修生って何やればいいんですかって話でこなすしかないですよねある程度経験値を数をこなして経験するしかないですよね僕はそれしかないと思います初心者の人研修生があの経験値を上げる上で何をやればいいのか 数をこなす。これが一番分かりやすいですし、これしかないのかなと思います。うん。素振り一回でホームラン打てないですよ。うん。まあ当たり前のこと言ってるんですけど。当たり前のことをなんかネットビジネスだとなんか、うーん、なんかおかしくなっちゃうんですよね。で、なんでそうおかしくなるのかっていう理由も分かってるんですよ。で、なんでそれがおかしくなるのかっていうと、リアルの仕事だと、働いたらその分月末に給料入ってくる。 やったことに対して必ずフィードバックの給料があるじゃないですか。でもネットってそれがないので、こういう思考になりがちになってしまう傾向はあるかもしれないですけど、一人で稼ぐってそんなもんですからね。起業家の人が、うん、給料もらえますか給料約束されてます企業、だから、その1%なんですよ。一人で稼ぐ。企業。だから、かから会社の社長って一人じゃないですか。みんな会社を作れるんですよ。 だけど、会社の社長になる、会社に登記、会社を作って登記するっていうのは1%なんですよ。1000人の従業員がいても社長は1人でしかいないんですよ。だからそれの割合なんですよね。だからその1%になるためには、あの、その1%の考え方をしっかりとぶち込んでやらないといけないですし、えー、なんだ、続けないといけないってことですね。 で、あとは、まあ、あの、アドバイスさせていただくんだったら、コンテンツを、んスピリチュアルとかリーディングとか、それで行くんだったら、顔出ししなくても行けないことはないですよ。行けないことはないけど、コンサルとかを、メンタルコーチングとかね、コーチングとかコンサルをするんであるならば、商品をね、それにするんだったら、僕は顔を出した方がいいんじゃないかなと思います。うーん。 うん、で、どうすかね顔を出してない人にコーチング受けたいですかアンソニー・ロビンスが、アンソニー・ロビンスが全く顔出ししてなかったらどうすかね多分アンソニー・ロビンスってオーバーリアクションで結構いろんなリアクションすると思うんですけど、わーってセミナーやったりとか、うわーってやってるじゃないですか。じゃあアンソニー・ロビンスも全く顔出しせずに、世界一のその高額なセミナーとか売れます多分売れないですね。<laughs> うん、別に、 顔を出さなくても売れないことはないんですけど、効果の話ですよね。効果的なんでしょうかっていうのを来てるんで、効果がどっちがあるのかっていうと、顔を出した方が特にあのメンタルコーチングとかスピリチュアルでそのアフターフォロー、お客さんのコンサルとかしていくんである、そう,そういう商品を熱く、最終的に売っていくんであるならば、顔を出してしっかりとバンってやっ話した方が信頼性はありますよね。うん、そう。 でもまあ実際に事例としては顔出ししなくてもねスピリチュアルリーディングであの女性の方ですか顔出しせずにカードでねあのやって、えー、顔出し一切せずに1000万ぐらい上げたっていう事例もありますよだけどじゃなんでそれが上がったのかっていうと顔出ししてないけどカードのリーディングのそのまあ一人一人にこうやったりとかした時に多分ねあのこれもちょっといただいたんですけど結構図星というかね なんかその占いを信じる人とか、まあカードリーディングというのは占いではないとは思うんですけど、なんかカードを引いてこう言うじゃないですか。あ、その通りやってなったら信頼できますよね。ここがポイントです。で、それが全く違うことを話されると、多分そこに信用はなかなか生まれないと思います。うん。占い師を信じるってなんで信じるかっていうと、当てられるんですよ。 え、マジでそれ俺やんみたいな。だから信用しちゃうんですよ。別に占い師は否定してるわけじゃないですよ。なぜそのロジックです。なぜ人が占いを信用するのか。それは言われたことに対して当たってるからなんですよ。ある程度。まあ、100%ではなかったとしても、ある程度当たってるわけですよ。でもそれも、大、ま、悟、あの心理学とかでいうならば <laughs>、心理学戦でその、そういうトーク術ですよね。そのトーク術でその相手のあれを引き出すみたいなのもあるっちゃあるんですけど。 まあ、要すちょっと話、ちょっと脱線するんでやめときますけど、あの、顔を出さなくてもしっかりと関係性がね、その、構築できていれば OK ってことです。うん、本質はね。でも効果で、効果の話をするんだったら顔出しした方が効果は高いんじゃないって話です。 だって僕がお客さんだったらあの、コーチング、コーチングの先生がどんな人なのかよくわかんない、顔もよくわかんない人にお金払うかっていうと、僕がお客さんだったらメンタルコーチングをお願いするときに顔出ししてない人を選ばないですね。僕がお客さんだったら。これもね、発信する側と、うん、お客さんの側で、こっち側で考えないといけない部分あるわけですよ。自分がお客さんだったらどっち選ぶかなって話で。 うん、特にこのスピリチュアル系メンタルコーチング系は、うん、どちらかというと顔を出した方がもうまあ完全効果が高いと思いますしスピリチュアル系で女性の方で発信してる人のほぼほとんどは顔出ししてますね多分、うんまあ、僕全部見てないんであれですけど、まあ、何人か知ってますけど、まあ、顔出ししてやってますねなろうそく立ててね ろうそく立てたりとか、<laughs> スピリスピ系っぽくやってますけど。うん。だからまあ、のあの、なんで顔をさら、ま,まださらしてない、まださらしてないってことは、さらす予定なんですかね。<laughs> かな僕からすると、顔をさらして、いや、100歩譲ってでしょ。まあ、これね、久保さんから名言いただいたんですけど、いや、顔をさらして生きてるよねっていう、そもそも。<laughs> いや、仮面をかぶってね、ずっと仮面をかぶって365日、外出るのも仮面かぶってね、あの生きてるんだったら、まあ、顔をさらすんすかってわかるんですけど、も久保さんのその、まあ、もう一言で、あの、それいいなと思ったんですけど、<laughs> いや、みんな顔をさらして生きてるよね、と。じゃあ、コンビニ行く時も全員知らない人と会ってるじゃないですか。じゃあ、イオンモール行った時も全員知らない人と何,何百人と会ってるじゃないですか。 駅行く。じゃあ、東京とかね、渋谷とのスクランブル交差点とかね、知らない人とめちゃめちゃ交差してますよね。何百人っていう。<laughs> で、そうやって生きてる。電車に乗るとき仮面被りますっていう。電車にもね、その一列の30人か40人か50人かはわかんないですけど、いると思うんですよ。顔をさらしてるじゃないですか。仮面被ってる人いますいないですよね。だけど、なんかネットになると、なんかそ,それが、なんか嫌だみたいな。イイやイイやと。<laughs> えそれ,それ歩けないやんみたいな話じゃないですか。だからなんか本当にリアルで顔をさらして街中歩いてるのになんかネットになるとなんかそれが嫌だみたいなねなんかそれが違和感あるみたいな。いや一緒じゃんみたいなぼ僕からするとですよ。うん。ただまあいろいろねそうは言ってもネットで顔を出したくないっていう,う意見もありますし。 ニー,ズニーズというかね、そういう意見あるので、別にそれでもいけます。本質的にはお客さんとの関係性です。本質はね、本質はお客さんとの関係性がしっかりと構築しているのかっていうのが本質。効果は顔を出した方が効果はあるよ。そうは思いませんって話です。OK ですかね。だから顔を出さなくても1000万稼いでる事例もありますから、熟成さんでね。うん。はい。ということで、えー、うん、他にアプロあ、あとは、 えー、他にどんなアプローチがありますかということなんですけども、えっ、ー、と、これね、いろいろやりすぎてるので、スピー系やるんだったら、なんか一つのジャンルにある程度絞った方がいいですね。だからリーディングもやって、スピー系もやって、なんだ、メンタルもやってっていう、だからその、まあ言ってることは一緒なんですよ、大体は。ぶっちゃけ言うと。メンタルもリーディングとかもなんか言ってることってあんま変わってないんですけど、ただ、 一つののスピならスピにしてそのスピでこうやった方がいいと思いますうんだそれはなんか一つに決めた方がいいと思いますうんだ僕もいろんな商品も販売したりとかしてるんですけど結局まあ過去に何回か失敗してるんですけどあのしっかり売るときっていうのは一つに絞ってだまあ最近はねだほとんどそうなんですけど 1>, 1個の商品を売るために1つの再生リストを作って1個に集中して売っていく。また次の商品も1つの再生リストを作って1個に集中して1個で売っていくっていうことをずっと繰り返してます。で、なんでこれを繰り返してるかっていうと、過去にどれも買いますよっていうことをやったことあるんですけど、まあ売れなかったですね。だから迷うんですよ、お客さんって。だから、1つに絞って1つに言ってあげた方が非常にいいですね。だからスピリチュアルだったらスピリチュアルっていう形で言った方がいいし。 うん、そう例えばあ僕の見てる人の中で大戦、おしょうさんおしょうさんの一問一答っていうのがあるんですよ一問一,答で一問一答で一問一答でおしょうさんがお,お坊さんがこの悩みに対して回答するお坊さんが悩みを回答するっていうスタンスなんですよでこれねなんかいきなりレゲエの格好してね なんかラッパーの格好して、ういみたいな、今日読み上げますねみたいなね。<laughs> やってないですよ。<laughs> ね。お坊さんがお悩みに回答する。だけど、その、お、えー、尚さんのね、話っていうのは、もうレパートリーめちゃめちゃあります。そのお尚さんって経営もかなりいろんな会社も経営してるのでお、お坊さんちゃうんじゃねえかっていうぐらいレパートリーめちゃあるんですよ。だけど、お坊さんとして話してるんです。ね。ラッパーとして話してないですよね。わ <laughs> かりますだから、う、えーん、 メンタルコーチの〇〇ですで話すってことですね。わかります自分は何者なのか、スピリチュアルのこういうことをやってる人ですで話すのか、メンタルコーチの〇〇ですって話すのか、それだけです。お嬢さん、お坊さんとして経営のことも話すよみたいな。いや、お坊さんでしょ。でも経営いけるよっていう話なんですよ。お前は誰者のな、何者なのかって話ですね。だからそういうふうにや,やる発信の仕方の方がいいですね。うん。 だからその、話してる内容は一緒でもいいんですけど、カテゴリーを一つにこう絞るってことかなですね。うん。はい。ということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。